はい、では行きましょう。第3文型ですね。ここでは第3文型について勉強します。前までに第1文型と第2文型やりましたよね。今日やるのは第3文型です。で、第3文型というのは SVO で表せます。で、この O っていうのが新しく出てきたやつなんですね。S は主語、V は動詞っていうのは前の動画でやりました。で、第2文型のところで SVC で C についてもやりましたね。C は保護。C っていうのは主語と同じイコールが成り立つと、主語の状態とかを表すのが C やったっていうのをやったんですね。今回やるのは O です。 O っていうのは目的語って言われます。目的語、目的語って何と、動詞の対象となるものですね。日本語で言うと何のこっちゃ思いますね。例えばこの部分見てください。 I have a pen、 主語は I、 動詞は have ですね。 I have、 私持ってる。ここだけの文章を見てください。私持ってる。何をって思いません？え、何持ってんの？その何を、を詳しく説明した、このアペン、こいつを目的語って言います。動作の対象ですね。だから、SVO の時、S は O に V するとか、S は O を V するっていう形がほとんどです。私は O、ペンを V する、持っている、みたいな感じです。これが第3文型。第3文型は主語、動詞、目的語、SVO のやつを第3文型と言います。まあ、ここでもそれがテストにそのまま出るっていうことはないけど、こういう知識があると文法の勉強がちょっと進みやすくなるっていうことなんですね。で、ここで大事なのはやっぱり、こういう訳ができることなんですね。実際練習していきましょう。まずその前に単語です。1番の、クイックリー。これクイックリーって読みます。クイックリー。これはどういう意味かというと、素早くです。クイックが速いって意味ですね。で、英語では ly がつくと、これ副詞の働きになります。副詞っていうことは動詞とかを修飾するんですね。クイックリっていうのは素早く動くとか、そういうふうに動詞を修飾します。その次の reach は、これは手が届くとか、たどり着く。そういう意味を持っておいてください。これ reach。手が届くとか、たどり着くです。じゃあそれを踏まえた上で、括弧の1番。Mary plays the piano。これのまず目的語、そして意味ですけども、目的語は動作の対象か、Mary plays を見たときに、Mary は play するよを見たときに何をと思いますよね。その何を表したのが目的語。だから、ピアノ O です。つまりこれが O ですね。で、訳は Mary はピアノを弾く。っていうふうになります。その次には、He opens the door quickly ですね。これも、彼は開けるよ。開けたよっていうのを見て何をって思いますよね。それを詳しく説明したのが、目的語です。つまりドアを開けるんでドアが目的語ですね。クイックリーは素早くやから、これは副詞ですね。ということで英語の訳は彼は、ドアを素早く開けたというふうになります。Many boys like baseball ですね。 Many boys は like 好きだよ何よって思いますよね。その動作の対象を表したのが目的語なんで、こいつが目的語です。多くの少年は野球が好きです。要は、イチロー reached 名古屋 this morning。 イチローはたどり着いたようです。どこにってなりますよね。それを詳しく説明した名古屋がこの動詞の対象となるのが目的語です。 this morning は今朝やから関係ないですよね。ということで、イチローは、名古屋にたどり着いたよ今朝とっていう風になります。こういう風に動作の対象ですね。どこにたどり着いたのを表すとか、ね、何を好きとか、そういう風に、動作の対象を表すのを目的語と言いました。ね、とにかくここではこの SVO、これが第3文型っていうことも、まあもちろん大事ですけど、こういう風にね、訳を分かるように、しっかり練習していってください。